じゃあオルディン地方の方に向かっていきたいんですけども、てか始まりのところに戻ってきちゃったから、あれか、もうちょい近くに行ってからの方がいいか。てかここ全部見たっけ。見てないな。あれ、なんかいろいろあるね。こっちはここちょっと行こうか。いいね、マスターソード。いいね。いいね、マスターソード。あら、なんかトロッコあるよ。こっち側か向こう側からじゃないこれ。ん？あ、なんか下にもあるね。下から上に行くのかこれ。あー、敵いるな。うわー、なんだそれ。ちょ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 、はいはいはい。あ、効かない。よいしょよいしょ、オッケー。やっぱこれ強いよなー。あ、それだけ？特に何にもないわ。あ、こっちあるわ。あ、宝箱入れない。あ、ここか。さあ、なんだ。賢者の石ってなんだっけ。4つ揃えて女神像に捧げることで賢者との絆をより深めることができる。ああ、4つ揃えるのか。あと1個宝箱に入ってたんだ。さあ、上に来たけど特に何もないっぽいんだよな。ああ、ここにトロッコがあるってことは多分下からなんか持っていくんじゃねえかな。多分あそこだな。ん？もっと下あるな。なんだ？っていうかさ、なんかデスマウンテン。何あれ？なんか紐みたいなのがあるんだけど、これ。なんだ？これ何トロッコ？あ、なんか来た！お前何乗ってんだよ。おいおい、何乗ってんだよ、お前。せい。いいね。トロッコ上に繋がってるけど、特に何にもないのか、これ。賢者の石があっただけだな。これなんだ、下に行くのか今度、逆に。いや、違う。トロッコ壊れてるわ。あら。お前かい。何にもないの。賢者の石あっただけかな、本当に。わ、何も考えずに下に降りてきちゃったけど。まあ、ちょっと道沿いに行くか。じゃあ、こっちの道に戻るか、一旦。これなんかあんのか。あれ、宝箱。あれ、もうちょい上にもあったな。ほら。ゾナニウムの剣。久しぶりになんか見たな。まあ、ここ火山地帯だけどさ、山、洞窟もいっぱいありそうだよね。鉄のなんか道具も鉄になるんだね。火山地帯は。レストラン？サバーク。サバーク。レストランがあんの？あたいもそれが目当てや。冗談冗談。固まんないでくれよ。この先のレストランの人気のメニューのステーキ。ステーキなんかあんの？食べたい。ゴロン族骨抜きにするって評判なんだよ。ボーイハントも体力がいるからしっかり精をつけないとな。ステーキ食べに行こうよ。あ、まただこれ。何なんだろう。ん？ん？あれ、マグロックじゃね。じゃ、とりあえずこいつは倒すか。マスターソードの力も見たいのだ僕は。おいおい、やっぱ強いな。マスターソード強いな。強っ。強いわ。もうこいつらが弱いのか。青森ブリン。お、金色の高箱。リザルブレード。そんなにいらないけど、どうしようかな。これ交換しとくか。焼きガニ。道沿いに行くと、こっちの方。あ、祠ちゃんとあるね。お前もおるんかい。さあ、どこだ。あー、そんな遠くないね。手で持っていくか。コロンシティが左、バルダスのレストランが右。こっち、あー、そこか。すぐそこだ。肉が食えるって言ってたもんね。肉食おうぜ。てか、まだ暑くないんだね。まだ暑さは耐えれてるわ。そこ行きたいんだけど、ちょっと先にこいつ処理しないと。なんかトロッコいっぱいあるね。線路がいっぱいある。ここら来たけど、これどうやって、
旦ここ祠のワープポイントが欲しいな。よいしょ。コログ消えないよね。あ、危ない危ない。多分祠入るとコログ消えちゃうからこのまま持っていけます。ちょすぐそこなんだけどこれちょっときついな。これ落とすか。オッケーオッケー。めっちゃ吹っ飛んだな。よし来た。さあじゃあちょっと祠先やっちゃおうか。流れに逆らってディマワカの祠。さあマグマ地帯ですね。水があるからこのままいけそうだね。よいしょ。はい、流れに逆らう。おっとなんかいる。こいつはもうねマスターソード俺は持ってるんだ。ほらボケボケ、はいえ倒すの早えなやっぱり。でなんだそっち。あーなるほど、流れに逆らうっていうのはちょっと待ってください。こういうことですよね多分。いけてる、大丈夫、怖い。そうだよね、オッケー、とりあえずオッケーで、これも多分こうすればいけない。ん、あれ取れるか。あ取れるな、取ればいいのか。オッケー、立て。危ね危ね。でこれをちょむずいな、どうすればいいこれ。多分だからこれつくっつけてこうじゃない。あー怖い、あーむずい。あ弾なくなっちゃった。あ弾あそこで止まってんな、なんか奇跡的に止まってるわ。これね、オッケー、はい。うわうわマジか、飛んでけってことか。でもさどうやって行けないよね。あこうか、オッケーオッケー。水を噴射していけってことか。これでも2つある意味が分かんなくてさ、前回も2つあった時あったんだけど1個でいいんだよな。あ意外と時間があれか。でもいけてるいけてる。あダメだむずい。あこれつかめないな。つかめた。でこれ先端につけてみるとか、先端につけて先の方にこれつけ、あの水ばらまけばいいんじゃね説。こうしてこうするやん。でこれ限界まで奥行かせて、行かせてもか、もうちょいくっつけるか。こうだ。下結構長いよ。わあなんかすごい、結構奥まで行ってるけどこれ無理かな。ちょっと届いてない。あやばい、こうこうして、あここ止まってるね、止まってる止まってる、いいねいいねいいね。この状態でいけんじゃない、つけて。あともう少しなんだよな、これ外せばいいのか。いける、いけるぞ、いった。うわめちゃめちゃ大変だった。よし、このレストラン行ってみよう。なんか駅見たくなってないこれ。バルタスのレストラン、あなんかおる、わなんか食ってる。あこれあれじゃない、岩じゃない？岩食ってるよねやっぱり。美味しい岩が売り切れなんて、これが最後だなんて、これ俺食えねえって。ユングミは何をやってる頃、もっと美味しい岩を採掘する頃、アニシャンしっかりする頃、美味しい岩を採掘するのがアニシャンの仕事頃。この美味しい岩を食べ終わったらゴロンシティまで買いに行く頃、ごく金を用意しておく頃、アニシャン憧れだったユン組に入れたって喜んでたのにどうしちゃった頃。岩ですよ。そうこのゴロン族っていうのはですね、岩を食うんです。石のステーキとか食うんですよ。これ温泉じゃない、別に。あこれ何がいんの、魚いるね。
ポカポカマスだって。ああ、いいね、温泉。まあちょっとハート満タンなんでね、別に何も変わんないですけども。じゃあ何これ、岩買えるってこと？岩買ってもな、食べれないって。なんかおる。イートン。おや、あなたもバルダスのステーキ目当てですころ。最近、美味しい岩という食丸が発見され、大変美味だという噂を耳にしまして。食丸？私も旅を中断して食べに来たのですが、まさか売り切れとは。売り切れなの？しかし、あなた方ハイリア人に、食丸は少々歯応えが過ぎるかもですころ。本来ならハイリア人用のメニューもあるはずのですが、どうやらそれも今は売り切れの様子、互いに運がありませんでした頃ね。これ何、焼いてるってこと、この岩を。ちょっと聞いてみよう。なんか目が光ってんだけど、なんか大丈夫？残しちゃったのは悪いと思ってるけど、美味しい岩を持ってくるなんて無茶に決まってるじゃないか。これで許してくれ。天変地異後に発見された珍しいもんだ。ゾナエネルギーだ。見た目はまああれだけど、まだまだ入手困難な珍品だぜ。美味しい岩は今大ブームで、この辺りまで供給が追いついてない貴重な食丸なんだゴロ。それを無駄にするなんて許されないゴロ。ペナルティとして美味しい岩を用意するのは当たり前だゴロ。そんなまずそうなものをさっさとしまうゴロ。用意できるならとっくにしてるって。あんたが言う通り、トロッコレールの先にある洞窟まで探しに行ったんだけどよ。あんな危険なとこハイリア人が入れるわけねえだろ。とにかくこんなもんいらないゴロ。美味しい岩を持ってくるまで許さないゴロ。肉には肉を。目が光ってんだよな。何それ、じゃあ俺がやってこいってことですか？美味しいわ。食べれるんかな、ハイリア人に。じゃあ何、トロッコレールの先っつってたね。どっちだ？どっちか洞窟があるってことだろう。あ、あるね、洞窟。あるじゃん、あるじゃん。なんかおるぞ。あれ、ハイリア人じゃない？しっかり浴びないとな。イケメンやな、ガッシュ。ん？どうした、あんちゃん。もしかしてこの洞窟に入ろうってのかい？止めやしねえが、洞窟の中は熱気がすごくて、そのままじゃ大やけどだぜ。あー、そっか。洞窟の中はそっか、暑いよな。そりゃそうだよな。この辺の洞窟にはまだ溶岩が残ってて、中は灼熱。ゴロン族でもない限り黒焦げさ。だから俺たちハイリア人作業員は、火消しトカゲと魔物素材で燃えず薬を作ったりして身を守ってるんだ。火消しトカゲってそのまんまだな、火消し。材料までは用意してやれねえけどよ。作りたいならそこの鍋使ってでいいぜ。まあ俺は体をしっかり濡らしてるから大やけどなんてヘマはしないがな。てかあんちゃん、もしかして美味しい岩狙いかい？美味しい岩はあることはあるが、ここは足場が崩れてしまってるから危ねえぜ。なんか水を浴びればって言ってるけどさ、もしかしてなんだけどさ、これ大活躍する、もしかして。25個も持ってた俺。これ大活躍するんじゃね？なんだ、ユングミ社員募集中。なんかいろんなところ募集してんな。なんだよね、ユングミって。ヤンクミみたいな。消しなんちゃら。持ってたっけ、そんなもん。厳しい暑さに耐えられるって、ほら、これじゃないの？多分持ってねえわ、火消しなんちゃら。でもさ、これさ、俺思ったんだけど、これ水撒きながら行けばさ、行けるんじゃね？ダメなんかな？ちょ、行ってみようぜ。てか、どうなるんだろう？行ってみよう。行っちゃおう、行っちゃおう。あー、やっぱ耐えられない暑さ。これ水撒けばいいんじゃない？ほら、水で濡れてますから大丈夫です。ダメっすか？ダメ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 、やばい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 、ダメだダメだダメだ。すいません、すいませんでした、すいませんでした。おい、水の意味ねえじゃん全然。じゃああれ食えばいいのかな。これ食ってみるか。じゃあ暑さガード、あ、灼熱だからダメだな。暑さガードじゃねえな、火消しトカゲだ。火消しトカゲ、いた、火消しトカゲじゃないあれ。あ、いっぱいいるじゃん、いっぱいいる、いっぱいいる。いたいたいた、火消しトカゲ。よしよし、オッケー。2匹あればとりあえず大丈夫か。魔物素材、こういうのか。オッケー、16分、16本も必要か。まあいいや、あ、いつでも火消しトカゲ手に入るでしょう、この辺さっきいたんだから。よーし、これでいける。炎ガード、うわー、すげえ、マグマが。あ、そっか、あれだ、ちょっと
あーちょっと待って、こういう系の持つ武器もちょっとちゃんと考えないと。やばい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 、ちょっと待って、燃えちゃう。そうだ、こういう武器も考えなきゃいけなくなってくる。これでいいや、手に持ってなければ燃えないはず。あーでここであれか、水が役立つってことか。あでもこれ上から飛べるな。こっちこっち。うわなんだこれ、なんかきしょい。これ本当に食べていいやつなの？きしょいんですけど。しかも手で持っていくのこれ、アイテムじゃないのこれ。気色悪いね、気色悪いっすね。こんなもん食べてるんですか？正気にやられてるみたいだよ。なんか瓦礫がすごい。なんでロケットはあるんだ？なんだこのロケットは。あなんかあっち側もなんかありそうだな。よいしょ、ちょっと見てみるか。さっきまで俺祠でこれ使ってたからさ、無限にできたけど、外で使う場合にあれだ、バッテリー食うんだわ。あーあ迷いだ。こんな暑いところに生息できるんかあいつ。あいけたいけた、デフォルト燃えるのか矢が。石打ちもう壊れる。ちょっといっぱい掘りたいんだけど。壊れちゃった、めんどくせえな。手で持っていかなきゃいけないのか。あでもあれかな、くっつけられるかな。あちょっと間空いちゃったなこれ、やだな。これどこが地面だ、これ暗くてわかんねえ。大丈夫かこれ、これ多分くっつけられるかもな。ほらこれをくっつけていけば、おこれ大量に持っていけるぞ。はいこれでいいでしょう。いやこっち行ってこれでいいか。あーまずいまずい、足ちょっと触れただけでも死ぬけどね普通。あせっかくだからトロッコで行くか。これやべえなこれ。大丈夫かこれ、いけ、大丈夫かこれ。おお行ってる行ってる、いいねいいねいいね。さあ調達してきたぜ。何個あんだこれ、十分でしょこんだけあったら。おい、いいぞいいぞ。これなんだこれ、ここに置けばいいのか、ここに置けばいいのか、ここに置けばいいのか。持ってきたぞ。おい何してんだ、これは俺んだぞ。違う違う、これ持ってきたって。ほらよ、すごいことになってる。すごい映像、すごい映像です。おおそう、それは美味しいわ。おいあんた、この美味しいわこいつと交換してくれ。あー全然いいよ。いやちょっと待つゴロ、何かくっついてるような加工品は受け取らないゴロ。持ってくるならちゃんと無加工の美味しいわ持ってくるゴロ。こんだけ持ってきたのに仕方ねえな、剥がせばいいんだろ。おおそう、それは美味しいわ。おいあんた、この美味しいはこいつと交換してくれ。ありがとう、恩に着るよ。ああおい店主、これで文句ないだろう。てかすぐそこだったけどね、美味しいはすぐそこだったからすぐ取ってこれると思うんだけどな。いやー助かっちゃったよ。俺ってほら肉料理に目がないだろう、知らねえよ。噂を聞きつけてこのレストランに来たんだけど、まさか岩だったとはね。これは俺が持ってる一番の珍品だ、感謝の印受け取ってくれよな。いやーこれはもう俺いっぱい持ってるけどね、うん、ああそうそう、この噂は知ってるか、未知の生物が目撃されたってやつ。もしそれが本当なら食えるかどうか試してみたくなってさ。ほら俺肉好きだし、なんだこいつ、何でも食いたくなるのかこいつ、やべえな。馬宿で情報を集めつつ探してみようと思ってるんだ。ちなみにあんたはもう俺にとって未知じゃない、またどこかで会ったら何食われる、もしかしてまたどこかで会ったら食ってやろうかって。気軽に声をかけてくれ。まあさすがに食わないね、さすがに人間は食わないね。うんびっくりした。オッケー、あまあミニチャレンジか。あ残念ながら美味しいわはもう出回ってないみたいなのです。これせっかく旅を中断して食べに来たのですが、まあ仕方ないですね。ああ申し遅れました、私イートンと申します。頃世界中の岩を食べ歩いてるせいか、巷では美食家イートンと呼ばれております頃。そうだ余ってる火打ち石はありません頃。実は火打ち石の中にはまれに特別美味な完熟火打ち石があるのです頃。
完熟火打ち石をいただけるなら1個につき1000ルピーお払し。1000ルピー、え、強。今までなんかいろいろ交換してお金もらえるシステムあったけど、一番強いんですけどこいつ。何でもいいわけじゃないのかな。持ってますよいっぱい多分。ああ、そういうことね。じゃあ運ってことね。もういいよ、じゃあ全部。100個もあったっけ。100個もあった俺これマジ。まとめて何個ぐらいあった。あ、これどういうこと。50。音を立てずにそっと舌の上で転がすよう食すのが2の食べ方です。ごろ、これは普通の火打ち石ばかりですごろ。出てこないのか。100個に1個あるかどうかなんだ。じゃあ難しいな。なんだよ。え、じゃあ何にもお金くれないの。マジかよ。結構な量渡してるけどな。全然。あ、出た、完熟火打ち石。おお、やった。1000はでかいな。結構でかいよ。さあ、でこれどうなったのこれ。味見もシェフの仕事頃、美味しい和を味わい尽くすまで。ああ、これさ、あれじゃない、この岩でさ、こんな目光っちゃってんじゃないの。これやばいやつなんじゃないの、この美味しい岩ってやつ。絶対そうでしょ。これやばいって、中毒性あるってこれ絶対。こっちの人もさ、ほら目がやばいことになってるもん。ほら、やっぱりそうだ、子供がほらみんなおかしくなっちゃったって。ほら、ユング組って何、鉱石を採掘したり売ったり。とにかくゴロンシティの発展はユン組のおかげだって。いつもアニシャンが嬉しそうに話してくれた頃。でもユン組が美味しい和を売り出してから、なんだかみんなおかしくなった気がする頃。美味しい和、食玩ね。これやばいんだな。やばい食べ物だなこれ。これやばいわ。うん、麻薬、麻薬です、麻薬玩です、麻薬岩だね。じゃあ今度ちょっと反対側行ってみるか。こっちにもね、線路があるんで、こっち行ってみますか。行け。さあ、ゴー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 。わあ、すごい湯気が。なんだ、あ、なんだなんだ、ちょっと待って。レストラン東の炭鉱。お、何、ファイヤーキースの目玉。炭鉱じゃねえわ、坑道って読むのかな。なんかたどり着いたぞ。お、早速なんかあるぞ。そっか、爆弾もうないんだ。ファントムガノン倒すときに全部やっちゃったんだな、使っちゃったんだ。お、マジかよ、ないじゃんこれ。いける、あ、マジか、いけねえな。ちょっとまた石欲しいんですけど。いけるか、これでいけるか。あ、いけた、よかった。宝だ、ルビーかい。レストラン東、あ、こっちにもこれがあるんだね、このやばいやつ。やっぱやばかったな、見た目やべえんだもん、こんなに。そりゃやばいわ。これだけかな。じゃあもしかして町とかもこうなっちゃってんのかな。全部岩で侵されちゃってんのかな、みんな。どうなんだろう、こっちかな。これどこだ、わかんねえけど、ちょっと先進むか。あ、ここ道行けば、ここ進めば道にたどり着くね。あ、なんかすごくない、何ここ。あれ、そこ洞窟になってない。あ、南採掘場来たね。誰かいるかな。うわ、またこの骨至る所にあるんだな。あ、誰かいた。多分これ向かう先は多分後ろなんだろうけど。ん、あ、違う、こっちが先だな。じゃあこっち先調べちゃっていいな。なんか洞窟っぽいのあったよね、こっちに。あ、敵だ、青い。 OK、 マスターソードがあるんだ俺には。おら、強え、強すぎちゃわない、大丈夫。あー、そっか、でも無限に使えるわけじゃないのか。うわ、なんだここ。あー、こういう風になってんのね。うわ、すげえ、ハイラル城がすげえ綺麗に見えるここ。そっか、ボスと戦うのかもしれないから、マスターソードちょっと力貯めとかないとだね。あんまり使わない方がいいな。こっちは、あ、なんか奥続いてそうだな、これ。あら、トロッコだな。逆か？南採掘場か。
ここが採掘場ってことね。なんか来てる、めっちゃ来てる。ちょっともういいって。あ、結構広い。なんだこれ。わあ、すげえ、なんだこれ。楽しそう。ジェットコースターだ。ジェットコースターかと思ったけど、別にそういうあれじゃないのか。あ、こっちにも入り口あるぞ。おお、宝。石打ち、ナイス。これ欲しかった。また迷いや。OK。採掘場って書いてあるけど、別に何にもないな。迷いがいただけか。これまた後で来ることになるんかな、なんかで。今んところ何もないから、戻るか。ああ、これただの骨ってことなんかな、これ。ね。なんか骨があるもんね。ただの骨かな。さあ、なんかおるよ。こんにちは。うわー、食ってる。やめとけって。社長が美味しいわなんてもんに、手を出さなきゃこんなことにはならなかった頃。このままじゃ、南採掘場、いや、ユン組は終わり頃。あららら。ここにユン組初のトロッコランドを作るとあんなに張り切って、おったではないか。トロッコランド？旅の方にお恥ずかしいところを見せてしまってすまない頃。トロッコランドは、ゴロン族だけでなく、訪ね来る旅人にも楽しめる場所を作りたいと。ユン組のボスであるユン社長の一声で始まった娯楽施設なんじゃが。トロッコランド楽しそう。ジェットコースターってこと？我がゴロンたちがちっとも働かんくなって、作業が全然進まない頃。ユン組ね。まだまだ先になりそうやし。宝石が欲しいなら迎えにできた直売所が、直売所シティの中で買うといい頃。市場価格の半額だからお得頃。ああ、ダイヤモンドとか持ってんのかな。やべえな。これを救うってことなんかな。ここが何？直売所？あ、ここか。直売所ですか。いらんな。いらんな、別に。じゃあこれひとっ飛びで行っちゃいますか。なんか落ちてきたから。ちょっと上に飛んで、上から行こうかっていうか、すぐそこだな。はい、もうここでした。ゴロンシティたどり着いたよ。うわっ！いや、みんなやられてるってことじゃん、これ。食べてる食べてる。なになになに、やばい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 。怖い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 。やばいって。お兄さんだけに耳寄りな話があるごと。シティは今やばい奴らがゴロゴロしてるごろ。お兄さん、鉱石持ってるならぼったくられないうちに売った方がいいごろ。僕らは善良ゴロンごろ。僕らなら超高値で引き取るごろん。鉱石なんでも3ルピー。さあさあ、ありったけ出すごろん。ちょっとやめときますね。こら、あんたたち。え、やばいごろ。ヒール逃げるごろ。3ルピーってやばすぎない？なんで？なんであのゲルド族の人が守ってくれたの？あなた、危なかったわね。デスマウンテンの噴火が収まって溶岩も冷えて、ハイリア人の旅人が増えたのはいいんだけど。あいつら、それをいいことに善良な旅人を見つけては、ああやって安値で鉱石を巻き上げてるのよ。美味しいわっていうのが出回ってからみんな、なんだかお様子がおかしいのよね。へえ、やばいね。オッケー。気をつけます。私はラメラ。ハイラル南西にあるゲルド町の宝石商よ。ユン組が扱ってる鉱石は上物だからね。いつも仕入れに来てんだよ。あ、そうなんだ。おん？え？鉱石？ぼったくらない？大丈夫？琥珀10個ね。いくら？琥珀10個で。琥珀10個でいくらですか？ 200？ そんな高くない？まあ、1回。1回だけやっとこう。ミニチャレンジだったから。じゃあ、ゴロンシティですね。みんな役中になってしまっているんだろう。わあ、なんか BGM も。やばそうな BGM。わあ、みんな食ってる。わあわあ、すげえ。やばい。なんじゃこりゃ。あらららら。村長。村長は大丈夫なのか？おう。とうとう門番のククレンまで行かれちまったか。あれほど美味しいわは食うなっつったのによ。やっぱみんながおかしくなったのって、ユン社長が採掘してるこの美味しい岩のせいころよね。お前たちそんなところで何をこそこそしてるごろ。
誰？誰？これユン社長ってやつ？また美味しいわの悪口ごろか？声が。ユンボー！ユンボー！ユンボー！あれ？ばかり言ってないで、お前らこっちに来るごろ。ジュンボーってさ、ちっちゃくなかったっけ？もうちょっと、いかつくなってる、めちゃめちゃ。お前はめちゃめちゃいかつくなってんだけど。なんで？全然性格違うじゃん。尖ってるんだけど。いやいやいや、ブレワイの時はさ、ブレワイの時に出てきたんだよな、ユンポーってやつ。な、こんな強いキャラクターだったっけな。ん？なんだ、誰かと思えばリンク。地味すぎて見えなかった。なんか嫌な性格になっちゃったな。なんだよ、こんな嫌な性格だったっけ。ねえねえねえ。ユンポー、なんでその態度は。それが客人にとる。親方、いやブルド、まだ自分の立場が分かってないようだごろ。ドカチン、今このゴロシティを支えているのは、ユン組ゴロ。イフル、そのユン組を作ったのは、ユン社長ゴロ。分かったかブルド、もうお前の出る幕はないゴロ。黙って聞いてりゃ言いたい放題言いやがって。それよりリンク、ゴロンシティに何か用ごろ。なんだよこいつ。なんでこんなことなってんの。ゼルダ様、何か変わったことはないごろかって。ゼルダ様か、行方知れずだ聞いていたが、まだ見つかってねえとはな。あの美しい金色のおぐしが目に入れば、嫌が王でも目立つっちゅうもんだがな。金色のおぐし、金色の髪ってこと？あ、ユン社長が美味しいわの取引してるお姉さんの髪色と一緒だ。お前たち妖怪なことを言うんじゃないごろ。とにかくゴロンシティは平和そのもの。トラブルもゼルダ様も俺たちには無縁だごろ。お前が心配するようなことは何もないから、他を当たるごろ。さあこれから美味しいわの仕入れごろ。あのお方を待たすわけにはいかないごろ。なんだ？こら、ユンボー。待ちやがれ。これ以上美味しいわ、なんてもんを。腰が。やばいやばいやばい、やばい音したよ。ふん、老いぼれは余計なことをせず、おとなしく腰の治療でもしとくごろ。さあ、トカチン、イフル、ユン組本部まで戻るごろ。ヤンキーやん。ユン組って、もうヤンキーや。え？変わりすぎでしょ。ねえねえねえ、ユンボーってこんな性格だった？かつてリンクと共にゴロンシティを救った青年。そうだよね。デスマウンテンの噴火が収まったことで、これまで立ち入れなかった場所の鉱石を採掘できるようになったことに着目。自分を慕ってくれる者たちとユン組を結成し、採掘を通じたゴロン族のさらなる繁栄を目指している。以前は心優しい青年だったはずが。そうだよね、やっぱ優しかったよね、ユンボーって。やっぱ違うんだけど、なんでこんなことになっちゃった。やっぱあの岩食べたからかな。ちょっとよ、村長。昔は親方親方って情けねえ声出して俺についてくるだけの甘ったれだったのよ。反抗期か、あいつがユン組とか言って岩石採掘する集まりを作ったまではよかったが、美味しいわってのを持ってくるようになってから、ユンのやつも若えやつらもみんな人が変わっちまった。人が変わった、そうなんだ。ユンボーが持ち込んだこの美味しいわってやつのせいで、やっぱこの岩がやばいんだ。若い連中が行かれちまって仕事もしねえで毎日ぐーたるするわ。美味しいわ欲しさに詐欺みてえなことまでするやつも出るわでよ。この惨状が見えてねえわけね。なのにあいつは知らんぷりってわけよ。できるならユン組の本部とやらに乗り込んでユンボーのやつをとっちめてやりてんだが、
場所が厄介でな。シティの北にある採掘場を越えなきゃなんねえ上に。この腰じゃもうトロッコに乗れやしね。ったくどうしたもんか。腰やべえな。じっとしてけ。俺が言ってやるから。やべえ、みんな食ってる。やば。あららら、ら福屋のやつも食べてる。買えるのこれ。買えるな。高いのかこれ。あ、でも炎ガードついてるな。買っちゃおうかな。服ないときつくないか。いや、別に大丈夫か。薬飲めばいいんだな。薬飲めば。薬だけ作っとこう、どっかで。ダイヤモンド売ってる。1000円。市場価格の半額だからといっても、美味しいワインしか価値ないごろ。安いのか、これ。1000円って。あ、あったあった。料理できる。ちょっと料理作ろう。これ。魔物の肝によって高い。あ、これ効果高いとかね。分かれるの。これ、量でも変わるんかな、長さとか。あ、12分。いいね。これあれかな、これ使えばあれかな、なんか変わるのかな。別にそういうわけじゃないかな。わかんねえや。あら、あ、この人はなんか大丈夫そうだな。治安は最悪。あららら。らマッサージ付き。いいね。ゴロン式マッサージってなんかやばそうだけど。体痛くなりそう。大丈夫それ。あ、やばい。やばいやばいやばい。やばい。やばい。リンク大丈夫。ちょ、これ、ハートマイナスされない？プラスじゃなくてマイナスでしょ、ハート。え？あ、びっくりした。オッケーオッケー。減ったのかと思った。ブレワイの時もそうだったんだけどさ、このゴロンシティっていうか、デスマウンテンのさ、マップ、なんか全然覚えられないんだよな。どこに何があんのかっていうのがマジで、覚えられない。覚えづらい。え、トパーズ ?1000? 結構、良くないか。持ってねえし。石打ちやってるね。まったく、あの金髪ハイリア人め。妙竹林なものを作らせよって。いや、これ何なんだろう、ゼルダの。幻でしょ、ゼルダの幻でしょ。本物のゼルダじゃないやつだろ。頭に被るもんじゃと言っとったが。初めて扱う素材だわ。変な形だわ。大変だった頃。その頃はまだ弟子の風豪も師匠みたいな職人になると張り切っとったのに、今じゃ美味しいワに夢中で顔すら見せんようになった頃。やばいね。巨岩砕きを伝授したところだったのに。巨岩砕き、鍛冶やね。これもらっていいのかな。ダメっすか。欲しいんですけど。ダメか。いるじゃん、いるやん。双葉。なんや自分、こないな危ないとこ来たらあかんやろ。新聞に赤い岩をむさぼるゴロン族に注意って書いてあったやろ。読んでねえわ。読んでなかった。読んだっけ。読んでないわ。双葉やん。ああ、大いなる謎。うん、昔ゴロン族は地下で暮らしてた。場所や詳細は未だに謎に包まれてて、そこがゴロンティアって呼ばれてたことまでは突き止めた。ゴロンティアがじゃああるってことかな。まあそれ見つけるの僕なんですけどね。あなたには見つけられないでしょう。あ、お祈りを捧げよう。で、ここはなんだ。あ、ここ村長のあれかな。あ、なんか日記ある。カベータの日記を呼びますか。呼ぶか。今をときめくユン組で、僕ら兄弟3人とも働けることになった頃、ユン組はこのオルディン地方で採掘を一手になってる大組織だ頃、ボスのユン社長はゴロン族だけでなく、ゴロンシティに訪れる旅人も笑顔にするんだと張り切って、この時のユン坊は良かったんや。てかユン社長になってんのかい。僕ら3兄弟に重要な任務を与えてくれた頃、ユン社長の期待に応えられるよう頑張る頃。最初だね、これ。今日はユン社長がみんなに新商品の美味しいわっていうのを振る舞ってくれるらしい。変なマスクをかぶり始めてから態度や言葉も荒くなって、人が変わったように感じることもあったけど、みんなに食事を振る舞ってくれるなんてやっぱりユン社長は優しい頃。なんか宗教っぽくなっちゃってるよ。大丈夫か。ユン社長の言ってることだから正しい見たくなっちゃってるよ。大丈夫か。あ、なんかいる。
おお、こんな時にハイリア人と出会うなんて思ってもみませんでしたよ。今はゴロンたちの様子がおかしくて、ここまで来るだけでも一苦労でしたからね。しかも話しかけても会話にならない者たちばかりで、せっかく岩とろけの湯に入るためにゴロンしてまで来たのにな。岩とろけ、岩とろけちゃうってことですか？やばいんじゃない、そんな子入ったら体も溶けちゃうよ、人をね。ああ。なるほど、どっかにあるのかな、そう、すごいのかな。さあ、じゃあユン組のアジトに行けばいいのかな。ここか、ユン組本部、踏み外すな、長い坂と人の道、ここね。なんかいるよ、その風貌。お前リンクってやつ、ごろユン社長からインクってやつをユン組本部に来させるなって言われてる頃、この先にあるトロッコに乗れば本部に行けるってことは教えない頃。教えてくれたね、ありがとうリューク。あ、祠、ちょうど祠あったわ。マラク口の祠、走破するもの、走破、走れってことかな。なんじゃ。おお。え？あ、いけたいけた。なんだ？なんじゃ？あー、これは奥に、ん？奥まで行かないな。これはなんだろう。これここに乗っけるってことかな。こういうこと？ここに乗って、これで？おお、すごい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 。いけんのね、それ。おお。オッケーで。これなんか上登れるな。なんだ？こっちでしょ？くっつけんのかな？こうかな？走破って言ってたよ。これ普通に走らせろってことだろうな、多分。行こうか。行ってみようか。じゃあ、あそこなんで登れたんだ？ここなんで登れるようになってんだ？謎なんだけど。さあ、これ行けるのか？おー、怖い怖い怖い。おー、すごいすごいすごい。おーっとっとっと。おー、全然、全然余裕で行けたわ。オッケー。オッケー。なんじゃこれ、なんじゃこれ。あ、いけたいけた。うわ、攻撃力アップ。これはなんだ、重さってこと。ああ、そういうことか。これでかき集めていけってことか。お、面白い。これ、こういうことだろう。面白い面白い。いけんのか、こんなんで。おお、いっけー。弾を転がすんだ。あ、面白い。こう、重さで下。あ、オッケーオッケー。来た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 。あ、面白いね。オッケー、クリアだ。しゃい。面白かったな。それじゃあ、ちょっと道沿いに